野口英世の名言、忍耐は苦し、しかれども、その身は甘し、の意味を解説します。忍耐は苦しいが、その身は甘い、忍耐は辛いことです。我慢や耐えることは、時には辛く、挫折や困難に直面することもあります。しかし、その身、つまり結果が出ると、忍耐が報われる瞬間がやってきます。成功や成果が得られることで、苦しみは甘さに変わるのです。 野口秀の人生から学ぶこと、野口は左手の大やけどを持ちながらも医師として世界で活躍しました彼の成功は努力と忍耐の結晶でありその身が甘かったのです我々も苦しい時期や挫折を乗り越えて努力を続けることで将来の成功や幸福を手に入れることができるという教訓を得られます忍耐や努力を続けている人はいつか目標を実現する時を信じて 今頑張りましょう。